すごい緊張したんですけど、楽しんで投げたのが一番良かったなって思います。低めに厳しいコースで投げようと思って投げたんですけど、まあ、そこもイチローさんに取られてしまったので、やっぱすごい選手だなって思いました。